JR 東日本が2023年度の設備投資計画を発表しました。JR 東日本は今日27日、2023年度の設備投資計画を発表しました。2023年度はモードチェンジの年と位置づけて、様々な取り組みを通じて各施策を推進します。鉄道ネットワークの進化の面では、安全・安定輸送のレベルアップや輸送サービスの充実などが行われます。安全・安定輸送のレベルアップとしては、規模地震対策や新幹線降雨防災対策のほか、踏切事故対策や運転保安装置整備拡大などの安全対策を着実に進めます。ホームドアについては、京浜東北線大宮駅、中央総武観光線東中野駅、南武線上戸駅、横浜線八王子駅など、12駅24番線に整備する計画です。輸送サービスの充実としては、中央快速線などへのグリーン車の導入に向けた工事や車両の新造を進めます。中央快速線におけるグリーン車導入は、半導体不足の影響により、昨年に延期が発表されており、早くても2024年度末になる見通しです。また、2031年度の開業に向け、東京駅や、宇都宮線、高崎線、常磐線方面から、羽田空港へのダイレクトアクセスを実現する、羽田空港アクセス線の工事に着手するということです。これで、4月27日の KAB ニュースを終わります。